皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学ミニ式の計算の12回目、今回は乗除の混じった計算についてお話します。この乗除の混じった計算、これでは基本的に割り算の部分、除法を乗法掛け算に直して計算する、こう考えてください。この2つの問題、これを使って説明していきます。括弧1 4x2×3y÷2xy、 この割り算の部分を掛け算に直します。掛け算にすると逆数になるんでしたね。ですから 4x2×3y×2xy÷1 と、こういう式になります。これを分数の分母と分子に分けて書くとこんな風になりますね。 2xy÷4x2×3y。 ここで約分をします。もちろんここの上の状態で約分できる人はここで約分して計算しちゃって構いません。でもちょっとミスが多いという人はこういう形にしてください。まず数字の2と4を約分します。4は2になって2は1です。ここの x と x2 乗を約分します。 x は2乗だったのがただの x になります。そして y 同士を約分します。分母の部分1になったので分母は消えて、上の部分、分子の部分だけを計算すると数字は 2×3で6、 そして x が1つ残っているので 6x と、これが答えになります。括弧2番、実はこの括弧2番の式の中に計算ミスをしちゃう人がいる部分あるんですよ。で問題は括弧-3x2×6x2×4x、 さあどの部分をミスすると思いますか？実はね、ここの部分なんですよ。ここの部分を先に計算しちゃって 6×4×24x3 にして-3x2×24x3、 こういうミスをする人がいます。本人とは、本人的にはね、この結合法則を使ったとこう思ってるかもしれないんですけど、結合法則とか効果法則が使えるのは乗法掛け算だけですよね。乗法では使えないんです。ですから基本で乗除の混じったこの式は全てね、掛け算、割り算の部分を乗法を乗法に直して、割り算を掛け算に直して計算すると、こういうことになります。ですから括弧-3x2×、逆数にして 6x2×4x って、こうなるんですね。こうなったらこれね、乗法だけの式だから、この状態だったら交換法則とか結合法則使えるんですね。でもまあここからは普通に計算しましょう。これを負の数かける正の数かける正の数なっているので、分数の形にすると負の数になるので、まずマイナスを前に出して分数の形 6x2 乗、これが分母に来て上には 3x2×4x、 これが来ますね。で約分をします。6と3を約分して3は1、6は2になりました。この2と4で約分できるので2は1、4は2になります。そして x2 乗同士、ここを約分して1になって、これで分母の部分は1になりました。ですから分母はなくなるんですよね。ですから答えは、この負の符を付け忘れる人時々います。必ず忘れないで書いてください。マイナスの上の部分、数字は2、そして x が1つ残っているので -2x と、これが正解ということになります。ここの部分でね、 6x2×4x 先に掛け算をしない、必ず割り算は掛け算に直してから計算すると、このことも覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。